戦争のできる国にしないとは、何を意味するのか。諸外国は、平和を愛する。だから、日本に戦争を仕掛けることはないと、日本が嫌いな人々は声高に叫ぶ。日本は悪い国だから、いつも、他国を侵略することを考えている。でも、憲法苦情があるから、戦争ができないだけ。憲法が改正されると、日本は、すぐ戦争を始めると、日本が嫌いな人々は、正義の代弁者のように叫ぶ。日本国民は、この言葉のロジックに洗脳されてはいけない。日本国は、戦争ができる国ではなくて、国民の生命、財産を守る国にならなければならない。日本民族は、好戦的な民族ではない。世界最古の国である、日本の歴史においては、戦乱の世もあった。しかし、日本国は、日本国のままであった。日本民族が滅ぼされ、他国に完全に支配されることはなかった。海に囲まれた日本では、人の移動はあまりなく、日本人の過去をたどれば、日本人のほとんどは縁戚関係になる。日本国は、家族のような国家である。戦乱の世では、たとえ、敵であっても、家族である日本人を殲滅することはなかった。敵の大将の首を取ると、それで戦は終わった。和を尊ぶ日本国民は、戦争を好まない。いつの日か、世界の諸国民が、日本国民のような、平和を愛し、和を尊ぶ心を持てば、この地上からは、永遠に争いはなくなる。